FM TV。 あ、ちょうどバスが来た。ちょうど路線バスが止まったよ。今発車した。おお、誰も乗り降りしなかったけど止まりましたね。本当に来るんだバス。じゃあここで長門ダムのスペックを、ご紹介したいと思います。長門ダムは東京電力が管理する発電用のダムで、長野県松本市にあります。信濃川水系の、あずさ川に作られているアーチ式コンクリートダムで、堤高が155メートル、低潮長が 355.5メートル、総貯水容量が1億2300万トンで、有効貯水容量が9400万トン、9400万立方メートルで、今東京電力と言いましたけど、今正確には東京電力リニューアブルパワーという会社になっているみたいです。着手したのが1961年で、完成したのが1969年、だから今年で51年目ですね。今2020年なんで51年目かな。去年50年だったんだ。いやーすごいね、巨大なアーチダム。あとね、ここにもね、ものすごいでかいクレーンがあって、これもね、線路でずっと向こうまで天板の上までね続いてるんだけど、これも天板のね向こう、ちょうど真ん中のところに発電、用水じゃない普通の発電設備の、取水口があって、そこの入り口に多分蓋をするための水門を上げ下げするクレーンがね、このちょうど図の真ん中にある2つの取水口を塞ぐための、クレーンだと思います。だからこれ使うときってさ、あれだよね、多分天板の上までこのクレーンが進んで動いていくんだよね、これきっと。すっげえな。ってことはこの天板の上は通行止めになるのかな、その時。それちょっと見てみたいな。あとじゃあここに、ちょっと水門の近くまで、行けるところまでちょっと行ってみようかな。ちょっと面白いものを見つけたんだけど、ここ、東京電力が管理してる長門ダムなんですけど、ここに来てる高圧電線、中部電力だね。中部電力って書いてある。ということはこの辺のエリア自体は電気を供給しているのは中部電力の管轄なのかな。ということはあそこの旧管理事務所とか、例えばこの水門を動かす動力とか、そういうのってもしかして中部電力から供給されているのかもしれない。ここに中部電力って書いてある。そう、こういうのね、時々電力会社入り組んでるんで、結構こういうのあって、例えば有名なところで言うと黒部ダムとか、黒部川に関西電力の発電用ダムがいっぱいあるんですけど、黒部川のエリア自体は北陸電力のエリアなので、川の水利権、発電するための水利権を持っているのは関西電力なんだけど、エリアとして電力を供給しているのは北陸電力なんで、黒部ダムとかね、黒部川の発電ダムの発電所の電気とか、発電所のその照明とかに電気を送ってるのは北陸電力だったりするんですよね、とか、そういうね、面白いいろいろな事情があります。あ、これね、洪水脇の水門、ちょっとここからちらっとしか見えないんだけど、めちゃくちゃでかい水門が2門、ローラーゲートが2門ついてて、ちょっとここに盛り上がってるものが見えますけど、このね、チューブみたいなトンネルで下流に放流されます。あそこが洪水脇の
入り口だね、入り口の部分。ちなみに長門ダムには面白い、まあ面白いっていうか興味深いエピソードがありまして、幻の20メートルと、まあ、僕は勝手に言ってるんですけど、実はね、長門ダムって最初の計画では、今155メートル高さなんですけど、最初の計画ではね175メートルだったかな、確か抵抗175メートルでね計画されてたらしいんですよね。なんだけど、ちょうどこれをね作る直前ぐらいに、フランスでアーチダムの決壊事故がありまして、できたばっかりのアーチダムの横の岩盤が崩れて、ダムも一緒に、壊れて、決壊しちゃうっていうすごい事故があって、ものすごいたくさんの人が亡くなったんですけど、そういう事故がありまして、世界的にねアーチダムちょっとやばいぞっていうような風潮がありまして、黒部ダムのウィングなんかもそれでね作られたんだけど、それの対策というか、それで作られたんですけど、で長門ダムも175メートルだったんだけど、安全を期してなんか155メートル、20メートル削って155メートルにしたという話をね聞いたことがあります。だからもしねそれがなければ、黒部ダムに次ぐね第2の大きさのね超巨大だから、どのぐらいだろうね、多分管理所の一番上ぐらいまでもしかしたらあったんじゃないかな。175メートルだと20メートル高いとね、それもねちょっと見たかったよねっていう感じではありますが、あ、これが発電所の、さっきのクレーンで水門を運んでくる発電所の取水口の入り口の部分の蓋だと思います。だから線路もねちょうどここまで、このね道路の縁を通ってここまで続いて、だからクレーン、まあなんか見る限り最近はなんか動いてなさそうな気もするけど、まあ一応線路がこんな感じで向こう側もあるけど、この道路をまたぐようにクレーンが走ってくるんだと思います。走ってくるのか、まあみんなで押すのかちょっとよくわかんないですけど、まあ一回ちょっと見てみたいね、動いてるの。ここが昔の、まあ、資料館だったところなんですけど、残念ながらね長門ダムではダムカードはここでは、配布してなくて、このなんか下流のなんだね、お店なのか旅館なのかわかんないですけど、そこで配布してるみたい。ちょっとね昔の展示、昔はねここに綺麗なお姉さんがいてね、いろいろ案内してくれたんですけど、ああもうなんかでもちょっと昔どんなんだったかあんま覚えてないな。昔はねここでこのね受付で毎日ねダムと発電所のね見学会が行われてたんですよね。毎日何回、多分毎日2回とか3回とか、こっからねダムの真下に連れてってもらって、受付して、その後ダムの真下に行ったり発電所の中を見学させてもらったりとかね、そういうのを毎日やってたんですけど、残念ながらね 3.11 の東日本大震災の後に、まあ東京電力というとやっぱり福島の原発の事故もありまして、まあそういうね事故の、まあ、後処理とかそういうので、もうこういうことをやってる余裕がないということで、東京電力のダムあちこちでねこういう PR 館があって、発電所見学とかダム見学とかね各地でやってたんですけども、全部やめちゃって、残念ながらね今東京電力のダムはほぼどこも内部見学とかはできないんですけど、まあなんというか個人的にはねいつか
復活してまたそういう PR がねできるようになったらいいなとは思ってますけど、まあなかなかねすぐには難しいかもしれないですけど、まあ、いつか復活してほしいなと個人的には思っています。いやこっから見てもすごいな。あのねあそこの真下に発電所があるんですけど、あそことかね昔行けたん見学会で行けたりしたんですよね。あでもあれだね、ちょっと見学してる人何人かいていいね。いや長尾ダムはねもっといろんな人に来てほしいなと思ってるんで、ぜひ皆さん上高地に行く途中でもいいんでぜひ立ち寄ってね、この巨大な日本が誇る巨大な松ダムをぜひ見学してほしいなと思います。はい、というわけで長門ダムを見学しましたがいかがだったでしょうか。まあここは先ほどから何回も言ってますけど、上高地とかねそういう、あとまあ岐阜の高山に行けるときとかも多分ここを通ると思うんですけど、すごい有名な観光地が周りにたくさんありますので、ぜひこのね松本とか、上高地とか高山とかこちらの方に来た時にはぜひ立ち寄って、見学していってください。本当にアーチダムで日本で第3位の高さのダムなので、ぜひ見て見学してください。では、 あとこのすぐ下流にもねあの2つアーチダムありますので、その辺も合わせて見学すると良いのではないかなと思います。では、この動画が良ければいいねボタンを押してください。それからチャンネル登録もお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。